やだな、コンボ入るかな。うわ、ああガウソノです。逃げれない。セクセク。え、今のハメなんかな。いや、避けれるよな、多分な。多分ベアリングを当てにできれば消費まで行きますか、これ。これは行きますね、多分。あー、なんかうわ、かさっとるし。あれだ、太田さん今日一生もあれフェリーもでも、あー出た大統領。あ、大統領こいつは強いと思うよ。これはやばいっす、ね、まあボスキャラのね、こいつ。こいつ昇竜拳あんねんけど、昇竜拳の後空中に移動してそっから普通に動けんねん。隙を消せる。消せるとか、これこれこれ、あ普通に攻めてくるね、昇竜拳。あれ無敵やねんけど、昇竜で攻めてくる。そう、昇竜で攻めてくる、した後これ強いよな。当たったらこう、あれ中だね。え、でこいつのコンボがめっちゃバータイになってて、だ、あのかなり人気のイメージやね。なんか使いやすそう、ね。ああ、そう、普通になんか、あ、うまい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 。バーストにやる。バーストにブロックですか。やる。あ、やってるね。おお、早いんだ。てかあれ対策ないやろ。ないっす。まあ降りてくるところの読み合いよかったっていう、うん。しかも、ね、降りてくるタイミング自分で帰れんやん。やばい。キラキラっていう時間を変えれんねん、自分で。今のが中段。あれ中段。当たったらコンボ。しかも発生保証があって。ああ、もう出る。で、もう絶対に出るっていう。裏なんだ。おお、これ効かないじゃん、そういうところ。いいよ。あれはバースト。あれバーストやね。何これ、当てみ？当てみっすね。攻守ともに強いよね。出しておる技が多いな。しょっぱながらモサに当たりました。あ、おいしい。あ、マックス使ってくれた。そのレベル3はガード踏む。体感的にいろんなキャスやってるけど、この大統領はかなり強いなって思われます。一番、まあ、技がやばいっすよ、ね、一番強いかもってぐらい俺は強く感じたな。まあ使いやすいだろうね、多分。まあそれもあるやろね、うん、てかシンプルに昇竜拳にもう対策がないから、これこれ選べる、これタイミング変えるあそこずっと見ても抜けるやん。飛びも速い、飛びも速いし、これめっちゃ強いやん、うん、あ、確定。いや、確定じゃないと。すっげえ楽しそうやね、大統領。大統領がいいけど、大統領あ、なんか骨拾っとる。そう、骨も拾うと、あ、これ拾えると体力増えちゃう。で、この3つ拾うと、うん、飛び道具もできる。あ、いい、いい、うん、でも、ダウンすると骨が減るっていう。あー、大変だ。Gとかできたね。言うんかい、これ。もうすぐ向こう楽しそうやね。うわぁ、なんかいや、俺殴ってるのに。そう、これ殴ってるのが出るからね。発生保証あれが、うわ、当てに長かった。マジで強いと思う。やだな、コンボ入るかな。うん、なる。大統領使いはちなみに数の子いるんかね。まだ分かんない。まあ多分いないと願いたい。いや途中なんかバーストを直が取ったとこまでは、いや、おってなりますよ。 まだいるんですよ、そう、あの、いやいや、大統領、うん、なんかコンボが、しかもなんか不安定。それやって勝てるゲームってないんですよね。そういうゲームじゃん。まあそういうゲーム、まあそれは確かにすごいんやけど、うん、そこでは別にそんなに大きなあれじゃないっていう。もっとやるべきことが、まあ、そうですね、やっと宅に行けるぐらい。リサリサはすごいよ、このキャラ。これはやったことある、まあ、一瞬昨日当たりましたね。足の寝る前に。俺はもう対戦したすごいキャラだ。足無敵っす。回転最高ないか。え、無敵。
で今のあの色あるやん、あれ無敵です。ジョータローなんかそんなないですよ、ないっすよ、おってなる技は。まずあのサマーの反撃をちゃんと調べてないと、これ無敵で、無敵で走ってきて無敵で撃つっていう。ちょ火力は低いよ。あまあ俺は実際さ、ジャッキーだと思ってんねんけど、ただ超うざい。対策知らないと、知らんとマジで。何これ。あのね、全てが分からないと当たるようにできてるのよ、このキャラ。まずコンボ、コンボが全然全く乾燥しない。あれ、おーひどい、やばすぎるだろ。確かに火力は全然、火力は全然ない。あ、そうだ。一個一個の行動にちゃんとリスクを負わせれれば、マジでできれば、そう全然強くないと思うねんけど、できないうちにがもう強すぎるっていう。ジョータロー中3まで反撃ないんかな。いいよ、それ、いいね、いいね、いいね、それよ、おお、いいじゃん、乾燥、おら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 、これだったら減ってる、減ってる、いい減りしてますよ。体力ないんかな。おい、キャラに、おい。あー、出た、これ。そう、これはあの、これは中下段投げ。どうするか、だからどっかで見たことあるわ。そうそうそう、すごい。でも全然減らんないよね。すごい。うわぁ、あぁ、ガオスモです。逃げれない。セキセキ。え、今のハメなんかな。いや、避けれるよな、多分な。そうっすね、多分ベアリングを当てにできれば。七色の、んだこれ、わからん、これスタイルが。まあでも、いないよね。まあ、リサイサーは今いないです。てか、中3部の反撃をマジ調べないと、ほんまにあれだけで終わるから、このゲーム。確かに。あんのかな、あれやばいですね。華教院の下中でギリギリやったからな。やり込んでるな、リサリサ。相当慣れてましたね。うん。あ、ジョースケだ。あれ、フーファイターズも今回から出たの。あ、そうですね。多分アニメが。前作はいないね。6部来たの。お、これはジョースジョースジョジョリオンの8部の、うん、強いんかな、これ。なんかアシストは結構強いねんけど、本体の方はちょっと俺はよく分かんなかったな。で、大谷が出してる、一部のディオは当て身キャラで、当て身で、あれに手出しちゃうと拘束されて、あのコンボとかから、保険であれを出してから行動したりとか、必殺の隙をフォローしたりとかっていうのに使える。あれを使ってるからすごい多い。じゃあコンボを伸ばすとかっていうアシストではない。そう、だジョータローとかは昇竜拳持ってるから、その隙をフォローしたりとか。なるほど。あとあの置き攻めで出してから安全に攻める。そうそうそう、これジョジョリオンちゃんと見てないからな、ちょっと常識わかんない。技このジョジョリオンの技は全然、でこのゲームほんまにすごい面白いのが、あの原作読むことが普通に攻略なんよ。攻略もんないマジで意味わからんから。あ、だから俺あの並ぶとかの技のマジ意味わからんねん。まあ、大統領とかわかんないよね。大統領も最初あのジョニーとか、あの馬乗ってるやつとかも意味わからんし、まあ、そういう意味ではなんかこう新手のスタンドにあった時、そう原作相手の能力が分かんない、読んでないとマジ分からんじゃん。多いそんなとこまで原作サインだし、まともに殴り合ってくるけどなかなかいないからね。ブチャラティとかほんまは笑うでこのゲーム。ジッパーそうやって表現してんねやっていう技が多い。あ、高速移動したりする。うわ、リプレッサーシャボン玉だ、シャボン玉
あ、確かになんかそんなキャラやったね。なんかジョウスケのそのアシスト強くて、さっきみたいにぐるぐる回ってるやん、回ってる技みたいな、なんかブレイクダンス、ね、あれなんやけど、全部下段なんやから、それでまあ挟んだりとかして、あ、なんか中下同時でみたいなのあったりする、なんかあるんやけど、なぜか真下入れるとどっちもガードできるし、あ、いい意味わからんいや、まあ、意味はわかるよ、まあ、そういういやいや、そんなあかんやん、そのえ、いやその知ってる人だけガードできたらあかんやん、その入力をどっちかにしないと、うん、いいね、いいよ、お、拾える、これ拾うの強いな、肩身が強いね、ジョータローは攻め継続、あのロマキャンみたいなしてるのは1ゲージ、あ、そうですね、ペリキャンみたいな、このゲームはその回収するから、実質半ゲージぐらいで大体のホバーできるっていう、いや、なんかシャボン玉あるあーこれあ、設置がうわー、これ消えないよねあれうざそうだ、やばいっすね、そうっすけど、いまいち強くはなさやけどな、まあ、パッと見なんかね、うん、なんかあんまりこれがすげえ強いなっていうのはわかんない、普通のキャラな感じがする、あ、なるほど、うわ、シャボン玉だ、うざそうではあるね、滑ってきた、消費まで行きますか、これ、これは行きますね、だって、あー、なんかうわ、かさっとるし、あれだ、太田さん、今日一生もあれ、あ、すいません、水もらっていいですか、あれ、ちょっとすいません、なんか時とか止めてほしい、あ、時止めるとかはない、時止めはちょっとアシスト変えないといけない、あー、そうなんや、あんま実用性はないって感じの時止めるコンボ、まあ、ないっす、うん、あ、もう、まあ、大道芸です、多分あの、はい、アシストベアリングとかにすれば、ああ、4太郎の